はい、こんにちは。掛川 TV のオカボンのスタッフこと青木です。今日はなんとオカボンが掛川 TV のプロモーションビデオを撮りにね、やってきたんですよね。これがね、わけわかんないけど、噂のオカボンでございます。はい、ボンボン、その言葉の力を育てていくのが、昨日青木さん電車の中で言った言葉覚えてます？言葉には力がある。オカボン TV です。皆さんできました、スタジオオカボンで、その言葉の力を鍛えていくのが八重洲テレビだって言ったじゃないですか、なのでそれ僕すごいね、いいなって思いました。ありがとう。でも発する言葉だよね。そうだね。だから僕もその力を鍛えてピンポンしまくっていこうと思ってます。いいね。